い、どうもハピグルメ案内の順です。今僕は山形県酒田市に来ています。そして今回はですね、酒田グルメ、3店舗巡りをやりたいと思います。今のところ計画としてはですね、というか今朝の5時前なんですけど、まず一発目朝ラー食べます。そしてマグロ丼を食べます。そしてまたラーメン食べます。まあ、という計画通りに行けばいいんですが、とりあえずね、そろそろお店開くんで、早速行ってみたいと思います。そしてハピグルメでは山形グルメをどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。早速行ってみましょう。さあ、行くぞ。はい、食べてまいりました。いや、あのラーメンがね、500円で食べれるなんてね、信じられませんね。ちょっとね、麺のごわごわがね、とりあえずすごいで、スープに背脂混ぜた時のこの美味しさったらね、朝来てよかったなと。お店の中がね、ちょっと世話しないので、もう食ったらすぐ出るみたいな。港市場に着きました。で、そこの中にあるですね、小松マグロ専門店さんで、まあ、マグロ丼、中トロ丼を今回いただきたいと思います。では行ってみましょう。
さあ行くぞ。シャキシャキしてご飯酢飯です。わさび大丈夫かな。はい、食べてまいりました。めちゃめちゃうまくて、うん、やっぱりね、中トロが一番ちょうどいい、うん、ちょうどいい、うんうん、中トロが一番いいですね。あ、これドトールのなんだっけ、海洋グルトです。これを飲みつつ、次のラーメン屋さんに行きます。レッツゴー。さあ、行くぞ。
かっこいい。さあ、行くぞ。全然違うラーメン。はい、マパさん行ってまいりました、すごく美味しかったです。煮干し油っていうのを入れたんですけどね、全然こってりっていうことはなくてすごいさっぱりいただけました。で、煮干し系のラーメンでは僕は一番うまいと思いましたね。入り口の前に無人で冷凍庫があって、その中にチャーシューとかがあって、お金入れる、なんていうんだろう、ケース、とりあえず無人販売っていうのかな、があって、あれが初めて見たんで、ラーメン屋さんで面白いなと思いました。で、今日3店舗、3店行ったんですけど、博多のラーメン熱は熱いなと、ラーメン熱っていうか、そのマグロ丼の時もそうだったんですけど、開店直後にすぐ満席だから、3店舗とも開店直後に行ったんですけど全部並びました。で、すぐ席埋まりました。博多のラーメン愛というかグルメ愛がもうひしひしと伝わってですね、またこのようなことができたらなと思います。まだ11時半です。5時間で3食しました。よっしゃ。あとですね、コメントでちょこちょこ自分の体を気遣ってくださる、お言葉いただけるんですけど、まあ、今日みたいなね、5時間で3食っていうねことやってるとまた言われちゃうと思うんですけど、まあ大丈夫かって言われると大丈夫じゃないんでしょうけどこれからもこんな感じで頑張っていきます。はい、コメントはどしどしください。美味しそうと思ってもらえたら幸いです。今回もごちそうさまでした。